バルーンチャレンジシリーズの、競技参加のチームの中でマーカーを受け取っていないところがあるようですが大丈夫でしょうか。はい、こちらの方で、ではもうまもなく、開会式とブリーフィングを始めたいと思います。よろしいですか。はい、それでは始めたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。2023年度の佐賀バルーンチャレンジシリーズの、開会式を行いたいと思います。でまず主催者を、代表いたしまして、スキル大会佐賀運営委員会より一言お願いします。皆さんおはようございます。佐賀市役所観光振興課の中島です。今日はですね、バルーンチャレンジシリーズに今日から4回の大会開催になります。長丁場にはなりますけれども、24チームの皆さんに出場していただきまして、本当にありがとうございました。今日も天候に恵まれまして、明日も天気が良さそうですので、ぜひフライトを楽しんでいただければなと思っております。ただ安全にだけはですね、十分注意をしていただいて、事前に宮殿さんとか、JR さんの注意等もありましたとかあったと思いますので、その辺注意をしていただいて、安全にフライトを楽しんでいただければというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。注意事項は特に大きなものはないんですけど、細かいところで一つ、今回各チームにお配りしているマーカーはエントリーナンバーの、になっておりません。それぞれちょっとエントリー番号がちょっとこう上の番号の方ですね。ちょっとマーカーそれぞれは全て同じ番号が書いてあるんですけど、エントリー番号ではないマーカーの番号になっておりますので、一応回収の際ですね、そこだけちょっとお気をつけいただきたいと思います。で、こちらは、最終の第4戦まで、そのまま、お持ちいただいて、第4戦が開催されたら、その、デブリーフィングの時に合わせてお返しをいただくということで、よろしくお願いいたします。特に大丈夫ですけど、なんか今回開催にあたってご質問とかありますので大丈夫ですかね。はい、それでは第1戦の競技、タスクブリーフィングに入りたいと思います。頼りデータは先ほどこちらの方に天職さんからホワイトボードの方に書いていただいておりますので、まだ情報取れてない方はブリーフィング終わった後によろしくお願いいたします。はい、それでは、第1戦のブリーフィングを始めたいと思います。第1戦の、競技委員長は、昨年の、シリーズで、ご一緒されました佐賀県食料、DC です。ではよろしくお願いします。拍手。おはようございます。第1戦の競技委員長を受けたのは、まず県食です。よろしくお願いします。まず気象です。ただ今気象台にリアルにちょっと問い合わせができなくなってて、昨日のうちに電話で問い合わせたところに行くと、朝は4メーターぐらいは吹きますと、9時ぐらいにはもっと速い風が吹いてきますということで安心してたんですけども、風がどうも落ちております。ので慌てて今ちょっとタスクを設定しておったところなんですけど、ハイバルは見ていただいた通りで、地上から30フィートぐらいまでは東目の北東が入っております。ただ場の風は、北目の北東ですね、20度前後ということで、あまり長くは飛べないのかなと思っておりますので、今日は、タスク1本で行きたいと思います。第1タスク、パイロットデクレアルボード CLP は
チャレシリの CLB ですね、1600-8100 から、最初1キロ、最大4キロ。マーカーはピンクを使ってください。マーカーは投げていただいて結構です。で、ちょっと後になりましたけど、離陸時間をできるだけ早くしたいと思うので、7時半からは大丈夫ですね。まだ7時ないので、7時20分からしましょうか。7時20分から8時20分までに飛んでください。で、スコアリングピリオドは9時までにしたい。有効な TZ 等は書いてある通り、ソロフライト指定しません。オブザーバーさんは、各自でお願いいたします。ロイトエリアは大体中の道です。中の道を使ってください。で、競技終了後に11時までに、本部の方にオブザーバーシートを提出します。次回は明日ですね。何かご質問はございませんでしょうか。よろしいですか。はい。いやいや、離陸前にね、離陸までに、ロンチマスターに渡してください。よろしいですか。あ、宣言は1個ね。宣言1個。最小1キロですね。CLP から。CLP から、あの、ILP じゃない。CLP から1キロ。あとは、よろしいですか。なければ、ご安全に飛んでください。よろしくお願いします。そこのそこからナカロンから。